注目されますが、その男子リレーの4選手は来月国内の見ていいんじゃないかなと思うので、金メダルいけるでしょ。さあ、そして銀メダルを陰で支えていたのがこちらなんです。はい、実はこれ美容やダイエットにも効果があると言われているココナッツオイルなんですよ。飯塚選手はこれを毎朝大さじ1杯飲んでるそうなんですよ。だからさ、女子力高い美容にいいってのは聞いたことありますけど、まさかスポーツ選手が取ってるとは驚きですよね。女子力を磨くために食べてるわけではないですよね。そういうわけ。オーケストレーティングアブライターワールド NEC。 レイコック。例えば、うまい。オリジナルパラリンピックに出場します。直前合宿のためニューヨークへ出発しました。高桑崎選手、走り幅跳びでメダル獲得を目指しています。大会に向けて行った験担ぎを教えてくれました。美容院に行ってトリートメントすることと、あとネイルをやってくることですね。恥ずかしい。日の丸にしてくれっていうのと、あとパラリンピックのカラーで、あと金色を入れて、はい、メダルを獲得できるように頑張りたいです。やばいな、女子はね、気持ちが上がるんですよね。本当にここまでスポーツでした。では続いていきましょう。政治とビジネスのニュースをチェックです。自動運転の国際的な基準作りに向けて国が動き出しました。各国のメーカーが開発競争を繰り広げている、ハンドルなどを自動で制御する自動運転。国際的な安全基準がないため、国連の専門家会議が季節ごとに育てた野菜の収穫を楽しみます。お願いします。自信を艶めくようなハリ感へ、この肌は幸せを予感する。メナードイルメージュ。高級な寿司ネタとして知られるクロマグロの漁獲量のルールについて話し合う国際会議が今日から福岡で始まりました。太平洋のクロマグロの量は2014年、あなたもホームティーチャーになってみませんか。快挙、金賞受賞。これは当てますと、なんか出てきますよね。色が変わってますね。色やツヤが変わってます。質感を変えるっていうことができるんですけれども。高速で回転する台には赤、ツヤあり、緑、ツヤ消し、青と5つの部屋にカメレオンの模型が載っています。はい。例えば青のカメレオンだけを見たい場合、青のカメレオンだけに照明を当てます。そして高速回転させると、青のカメレオンだけに照明を当てているので青しか見えない。はい、これ回ってるでしょ。これ今回ってます。高速回転中、あの速い速度の中で見せたい部屋の部分だけを照らしてる。そうです。次は青だけではなく、ツヤツヤのカメレオンにも照明を当ててみます。うん、なんとツヤツヤ青のカメレオンに変身した。ツヤっぽくなりました。そうなんです。この装置によっていろんなことが表現できるのね。限りなく現実に近づくのと、それから現実を超えた、あの実際にありえない表現までできるというふうに思います。質感やツヤなどが加わることで、コンピューターではできないリアルな表現ができて、いろいろな製品開発に役立つと期待されている。では最後にマジックを見せします。こちらの青カメレオンを消したり出したり、はっ、はっ、どうですか。わかりました。わかります、はい、分かってる方も多いと思いますが、種明かしをお願いします。はい、あのまあ、元々としてあの見せたい部分に照明を当てると見えるということが前提としてありまして、なのであの青いカメレオンが見えている状態というのは、青いカメレオンがいる部屋に照明が当たっているんですね。はい、その回転台の部屋の中に1室だけ何も置いてない空室があった。空っぽの部屋。空っぽの部屋があったんです。
で、あの空っぽの部屋と青いカメレオンの部屋、青いカメレオンの部屋と空っぽの部屋とこう照明を切り替えることで、あのようにいなくなり消えたり消えたりっていう手品のような表現ができたということなんです。あのこの装置のができたことによって、はい、あの製品の試作を行うときに、今までは CG 上でパソコン上で見ていたあの東北地方に上陸するとみられています。気象庁によると1951年に統計開始しました。複数の購入者から日